まあ、今日はほとんど海面にまで、マグマの頭の部分が達して、それで、連続的に、まあ、マグマが破砕して噴火が起きているという、まあ、そういう状況だと思います。溶岩流となって、島を覆い始める。で、覆うと今度は波で、溶岩は削られにくいので島として残っていくわけですね。で、これは西之島でも過去に見られたことで、まあ、それと同じような経緯をたどっているように思います。